いいえ、アメコスです。サイゼリアスマッチ。今回サイゼリアデスマッチということで、言うたらデスマッチだからさ、デスなのでしょ。血、汗、涙、どんどん出てきちゃうということで、それもね、汚れないようにということで、今回黒いんですよ。今日答え満足で帰れるか分かんないからね。いや帰れんじゃないな、さすがにそこは。今回の企画なんですけど、どういう企画を説明してもらってもいい？サイゼリアデスマッチというのはアメコスのもう伝統、プライベートでやられてた遊びなんですけど、まず最初にミラノフドリアを食います。で、そっからがスタートなんですけど、まずじゃんけんします。で、じゃんけんで負けた人が一品頼まなきゃいけない。次負けた人は前頼んだ人と同じ値段かそれよりも高い金額の一品を頼まなきゃいけない。でも最終的にもう食べれませんとか、お腹いっぱいです、お金払えませんってなるまでは永遠にじゃんけんが行われ続ける。誰が得すんのそれ。みんな無理して。サイゼリアだな。サイゼリアだな。サイゼリアでした。そうだわ。それぞれが優しさを持ってさ、こんぐらいでいいかなってなって、なんかやめればいいじゃん。たまになんか反骨心みたいな出してきて、もう帰ろう帰ろうってやるのが今回の醍醐味なんだけど、なんかわかんないけど次のじゃんけんは負けないと思ってる。確かにな。なんかわかんないけど、で自分の食べた品は自腹ですので、お腹いっぱいにプラスしてそのお金の嫌さもある。今回は立川のねサイゼリアでやるんですけど、やっぱり立川ってさ、偏僻な街っていうか田舎というかさ、あんまり生きりたくないわけ、ここら辺ではね。あ、でも俺大学立川から行くから全然生きるけど、肩で風切るし、飲み沢の副会長だよって顔だもん。違うよそれ、会長ならまだカッコつけるの分かんないから、副会長ってのがちょっと、せめてアメコツとして肩切るよ。まだ俺のみさんの方が上だと思ってる。あ、そうだね、立ち位置的にはね。ああ。もう立川行ったら俺、ピースの副会長ですよねって言われないだろ。ピースでかっ。ピースすごい。ありがとうございます。そんななの。ピースの1年生ってさ、この前飲んだんだけど、お前のこと知らなかった。副会長知らなかったよ。でも行ってないしな。よろせんでピースなんですかって言ってたけど。そうだ時にはさ、サークル入ってないわけじゃん。お前らはやっぱりアメコズとして、その立川あるからね。俺らは早急にさ、サークルのノリが、あ、無理だって思って諦めてしまって後悔したぜ。だから立川歩くときはトイック520点のものとして歩く。いや誇れねえな。俺はね、アメコスよりは上だからまだ。そうなの。認知度的には。俺らトイック520より低いの、うん、まあそんなわけで、早速ね、サイゼリアの方に行きましょうか。それではレッツー。はい、というわけでサイゼリア到着しました。とりあえず開会式行きます。開会式行きましょうか。ちょっとね、じゃあ DG1D みんな。なんで覚えてんだよ。よく焼きでっていうのがあるんだ。そうなの。こちらがパリカリになるんだ。あ、そうなの。ビジジャン。ビジジャン。最初はめちゃくちゃ。昨日のあれ、飯決めじゃんけん、普通のじゃんけんやってた。馴染む、アベロアブロー、ディエゴー、ピカソー、ローカーキー、ホン、最初はグー、チョー、ホン。はい。いや、お前が悪い。フォトが失勢とか多いんで。言ってないよ。イタリア人のチェツっていうのが、イタリア人のフォの発音めっちゃいいんだろうね。チェツ。チェッツェとかね。チェロッツォ。チェロッツォ。チェロッツォみたいな。あ、ありがとうございます。乾杯。やりにくいよ。なんで？つくから、これ。それ何それ、大根おろしみたいな。珍しい、飲むの下手な人。飲めねえじゃんこれ。これどうやって飲むの。飲めねえじゃん。間違えたらしゃあんのっけ。はい、緑だ。すげえ、すごお前すげえやん。これ一番むずいって言われてやつだよ。めちゃめちゃやりづらいわ。どれ。あ、それ別に、それはまあ普通に誰でも見つかるやつ。あ、これ帽子の中に。あ、全然見つかる。どれ。すげえ。すげえお前。これ2番目にむずいだけど、作り側のミスじゃん。その電車側じゃん。もう気づいてない。印刷とかじゃない。これお前多分10個ある間違いのうちの1個入ってないやつだ。レアなやつ、誰も見つけてない。お前すごっ。これ印刷した人だけが遊び心で入れてる。そう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 。やっぱおおらかな性格だからさ、こういうの見つけられないよ。ん、俺おおらかな性格だから。ちっちゃいの気にしてないよ。間違い出し向いてないんだ。間違ってるよって言っても別にいいよ。俺優しいからいいよ。間違ってるよ。オーラから、オーラからならさ、俺間違ってもいいよって。この色。人の間違いばっか見つけようとしてるのよくないから。いいとこ見つけたよ。
性格悪いお前人の間違いばっか指摘しやがって先生に先生そこ違いますよ多分一番難しい間違い気づいちゃったけどいいガチこことこの面積違うめっちゃむずいや表面積が違うめっちゃスピード。お待たせしました。ミラノフードリアがよく焼きでお届けします。あ、ごめん。あ、ごめん。チーズ取ってきて。ガメツヤ。チーズ。ガメツヤ。ガメツヤ取ってきて。こうかけなきゃ。ガメツヤ。お腹壊す程度。お願いします。いただきます。いただきます。うわ、うまそう。あ、うま。やっぱこれや。うまいわ。じゃまだ食べ終わってないんですけど、もう注文ね、次来るあれして、一回じゃんけんしようか。もう来るまで時間がある。そう。最初はグー、じゃけっぽい。うわ、マジ強いや。マジ強いや、俺。せーの、最初はグー、じゃけっぽい。うわ。せーの、最初はグー、じゃけっぽい。あ、そっちか。はい、こうでしょう。よし。まあでも1回目は割とね、ラッキーだよ。一番ね、額が小さいやつからって方がいいから。と。はい。いやー、そこ行ったか。いくら50円。50円。一番下を取りました、一応ね、最初なんで。え、もう終わりでもいいんで、一応聞かせてください。続けますか、やめますか。続けます。はい、いただきます。やめました。うまい。最高。トッピング行ったか。一応それは一品としてカウントしてるから、上に乗せるのはダメ。ダメだよ。怖いけど。あ、ありがとうございます。じゃあじゃんけんしましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょい。うわっ、あ、ちょ、いやもうね、みんなね頭折れすぎ。最初はグーじゃんけんぽい。もうみんな意見を一致した。はい、こうでしょい。はい、ごめんね。ごめんね。最初はグーじゃんけんぽん。あ、じゃあもう次俺食べる。その場合、うん、このパターンの全パターン取ってこれだけの感じ。はい、こうでしょ。あ、お前ちゃんと回収するやん。危ねえ。まあ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 。まだ笑ってられます。まだ笑ってられます。全然俺これ食って終わる可能性あるよ。ああ、なるほど。そうだよ。YouTube だと俺あんま考えないから。はい、食べ終わりました。次よ、そこよ。あ、飲むな。まあそうなるか。ザロックと同じことしてる。まあまあ。お願いします。お願いします。僕が頼んだのは、ほぐし辛味チキンのシーザーサラダ。うわー。俺もうこれで終わりでいいかな。終わりでいい。ほぼ終わりでいい。もう来てからちょっと分かんない。まあ食べてからか。じゃあ、ああ出て出て出て。お前もう出てる。右手か。右手とかじゃなくて、お前もう食べなくていいかなみたいな感じだったから。出てんだからこうした。ああ、ごめん。最初はグーじゃんけんぽい。こいつやば。やばお前。こいつやば。ソシオパスやん。何それ。サイコパスって生まれつき人格が終わってる。ソシオパスってその生きてる中で終わっていく。一番嫌じゃないそれ。家庭環境とかでだんだん人格が崩れてくる。ソシオパス。ダッサーね。一番嫌だ。所得って関わってくる。だんだんね、やっぱ。行こうか。最初はグー、チェックポイ。よし、はい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 。ありがとうございます。いただきます。今日俺もミラノ風ドリアだけで完成させたと思ってます。350以上ですね。お前350頼んだろ。350も OK。 お前プチポッカーとか挟んどけよ。もういけない。お店にも迷惑かかっちゃうし、うまだまだ紙に記入制だから。そうそう、有限っていうこともあって。今回2人回しようか。ポンポンとかしてるの。最初はグーチョキポイ。待ってくれや。あ、350以上でお願いします。お願いします。おもろないってここで自分の首で。あ、めっちゃうまそう。あ、ありがとうございます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。なるほど。嘘つけない。今仲良く350円のイタリアンジェラートのせコーヒーゼリー。うん、嘘。でもここでもう終わる。でもお互い3品目3品目。気持ちよくない？気持ちいい。まあ終わろうかな。もう次来るからもう終わろうかな。次のアイス食ってちょっと一回考えちゃって。いやまあ、うん、それでめっちゃ気持ちよくなっちゃったら俺も本当に終わるから。はい、3品目来ました。はい、うまっ。うまいんだ。いや、ちょっと食べた。これこの奥とかさ、なんかかさぶた剥がした後みたいで美味しそうだね。いや、足の皮むけたみたいで美味しそうだね。うわ、確かに。珍しいって。それでうわ確かにって言って食べたら珍しいって。うまい。これ絶対うまいよな。うん、まっ。この世の終わりぐらいうまい。で、間違いない。よかった、今。
それじゃないんじゃない、ケニーが言ってんのは。いや俺女と会った時こういうことするよ。ああ、あんまりよくない。なんでそんなことする。いや、尾骨に当たるから。尾骨ほら、これつけてもらえるからさ、骨に当たる。あ、骨とこ入る段階で痛いんじゃないの、それは。甘いはまあ、もう俺これで終われるんだもん。尺的にはちょうどいいんじゃない。もう10分は稼いだよ、もうだって俺これでいい、全然。うん、皆さん手を合わせてください。最初はグー、じゃんけんポン。やったやったやった。やばいやばいやばい。ケニーとかは多分ね、まだね、嬉しいぐらいだ。最初はグー、じゃんけんポイ。最初はグー、じゃんけんポイ。やばい、俺この負けたらマジやばい、マジやばい。絶対いらないもん、これ。絶対いらないよ。最初はグーでいこう。最初はグー、じゃんけんポイ。あ、待って、あ、できます。でも正直さ、350円超えてくるってのはそこそこ重いんだよ、多分。待って、マジか。マジいらんわ。てか、偏りすぎじゃね。偏りすぎ。嬉しい、俺。やっぱこうなるとさ、じゃんけん、うんってやっぱ勝負できないよね。さすがに変えます。え、ハンバーグのハンバーグ、はい。はい。マジで勝負いない。やるんですか、やらないんですか、次は。やろうか。はい。あ、やるんだ。負けなきゃいいだけだからね。まあね。負けなきゃいい。次負けないって気持ち、マジ絶対ない方がいいからね。ちょっと待ってな。俺全然負けてもいいんだよな。最初はグー、チャンゲポイ。最初はグー、チャンゲポイ。はい。最初はグー、チャンゲポイ。最初はグー、最初はグー、チャンゲポイ。お、すごっ。そうだ、食べな。うまっ。いいけど、もういりません。